さんがなんかワンピック取れたら、まあ、敵そっちによるだろうから、まあ、逆行ってもいいし、そのままラッシュしちゃってもいいしみたいなのあったり、うん、まあ、チェンさんが普通に死んだら、まあ、A 残ってるところだから B そのまま入ったり、うん、おほうブレンダーしてる。ここの取り方もさ、みんな同じとこからでいいの？取り方？うん、なんかミッドからあーミッドは基本欲しいね。みんなで、他4人で取る感じ。ミッドか、イメインとか。うん、まあ一箇所から取ることは、まあ聖人もいないし、あんまないかな。まあでもラッシュ刺さるんだったら適当に5人でラッシュしちゃうけど。うん、そうなったらさ、B 取る、A 取るってなったら、Z とレズ分かれて。A、B どっちの、この今回あのケンさんをさ、スロープに配置するっていう話だったと思うんだけど、うん、それ別にあの2人ぐらいで取ってもらって、だいぶ大丈夫。で、俺らはここまで取るよね。ビッグハートビッグハート、キヨミッドまで取る。ミッドの壁壊したりね。先輩に会います。やったー、ビッグハートで、ミッド取れたってなったら、多分 A の人が B に寄ったり